大田駅。大田駅は、群馬県大田市東本町にある、東武鉄道の駅である。駅番号は TI、TI18。1909年、明治42年2月17日に、東武伊勢崎線が、足利町駅、現、足利市駅から東駅まで延伸したのに伴い、開業したのが始まりである。開業当日は、 駅前広場で三横綱を調整して大相撲が行われるなど記念行事が行われ、盛況となった。1910年、明治43年3月27日には、東武伊勢崎線が東駅から新伊勢崎駅まで開通し、中間駅となった。一車軌道を運営していた矢吹化石材軌道が大田警弁鉄道に改称して、 建設を進めていた路線を1913年、対象2年3月5日に、東武鉄道が買収し、同年3月19日に、気流線として、東駅から、愛、老駅間が開通し、1927年、昭和2年10月1日に、東武伊勢崎線の建林駅伊勢崎駅間、1928年、昭和3年3月1日には、気流線の東駅、 総労駅間と当駅周辺の路線が相次いで電化された。近隣の対抗院の一角にあった東武鉄道所有の博物館で中島地区兵が設立した飛行機研究所が中島飛行機として急速に拡大して大田が工業都市として発展したため、1941年昭和16年4月に総工費16万円をかけた2階建て。 延べた鉄棒585坪の新駅舎が竣工し、当時東武線随一とも言われた新駅舎の2階には、貴品室、大衆食堂が配置された。同年6月1日には小泉線が、中島飛行機、小泉製作所への輸送を目的として、当駅から小泉町まで開通するなど整備が進められた。この小泉線の開通により、伊勢崎線、気流線、 小泉線の3路線が乗り入れることになった。中島飛行機がアメリカ軍による空爆の主要な対象の一つとなっており、1945年、昭和20年4月4日に空襲を受けた。この空襲では、駅舎などの建物約1067坪が全焼し、線路約350メートルに加えて、電車線が約250メートル、送配電線。 約2600メートル通信線約23000メートルが破壊された。その後、バラックの駅舎で仮復旧し、1954年昭和29年2月に新駅舎を開設して本格的に復旧した。当駅の南側は水田地帯であったが、9号地区と地区各整理事業として整備が進められ、1966年、 昭和41年12月に南口を開設した。高架化される前は、当駅の北側と南側は立体交差する車道と地下歩道のみで接続しており、町が分断される形となっていた。島式ホーム3面6線を有する高架駅。1から4番線と7から10番線はそれぞれ同じ線路を共有しており、縦林より1の4番線。 伊勢崎よりを7.8番,番線、9.10番線の入り口にも、それぞれご案内カウンターがあり、中間改札を行うこともあった。ただし無人である時間帯もあり、その場合生産などは改札口で行っていた。かつては5.6番線へ通じる階段の手前にも、ご案内カウンターと称する案内所兼中間改札があった。 2004年、平成16年11月25日の公開期、共用開始に際して、自動改札機が設置された。東駅東側にある伊勢崎線と小泉線の分岐点から、東駅西側にある伊勢崎線と紀流線の分岐点までは、単線並列となっており、西側の分岐点には、c サスポイントがある。また、双方向に留置線がある。 伊勢崎線の途中駅であるが、2006年、平成18年3月18日から、伊勢崎線の運転系統は当駅で分割されており、当駅をまたぐ利用には原則として、乗り換えが必要であった。2013年、平成25年3月16日より、昼間時は、伊勢崎駅発着のワンマン列車が、立林駅発着で乗り入れるようになったため、 当駅で乗り換えを要する列車が減少した。一方、紀流線と小泉線は共に当駅が起点であるが、普通列車は両線を相互に直通する。また、伊勢崎線浅草方面からの特急、両網の多くは当駅から紀流線に乗り入れる。いずれの列車も大半が大田駅をまたいで運転されているが、当駅発着の列車も多く運転されている。2006年。 平成18年3月18日のダイヤ改正で、区間急行、区間準急の始発、終着駅となった。かつては朝、夜間に、縦林駅を越えて、多くの区域、浅草方面発着列車が終日設定されていたが、2013年に、前日のワンマン運転が開始されて、以降は、基本的に、縦林駅で、同駅発着の列車に乗り継ぐ形となり、 2019年現在で、当駅から、区域南へ向かう列車は朝、夕夜間に、数往復運転されるのみとなった。ワンマン運転の普通と夜に一本、伊勢崎行き、朝に一本伊勢崎発の特急、両毛のみとなる。信号が開通した時に明動する、信号開通メロディは、以下の通りである。1913年。 対象2年度の年間旅客数は108,331人で、1日平均で約300人となっており、立林駅より利用者が多かった。2018年、平成30年度の1日平均乗降人員は11,788人で、ある。この値は、東部尖閣線間の乗り換え人員を含まない。群馬県内の東部線の駅では、第1位である。 1991年、平成3年度時点では1日平均上行人員が1万4千人を上回っていたが、その後2003年、平成15年度まで12年連続で減少し、2002年、平成14年度に1万人を下回った。しかし、その後は横ばいから持ち直し、2012年、平成24年度に再度1万人を上回った。 近年の1日平均上降人員の推移は、下表の通りである。大田の中心地として発展し、最盛期の昭和50年代前半には当駅から半径500メートルに大型店が5店舗出店していた。大公院の門前町で宿場町として栄えた。本町通り商店街は、大田市の中心商店街として栄え、南一番街。 ベルタウンができ停滞した時期もあったが道幅を拡張し復活した。1996年、平成8年8月に最後に残った大型店の十字屋も閉店した。また、樹学寺店跡地を中心とした商店街は大田銀座とも称する。単に北口といった場合はここを指すこともある。行政機関も集まる地区であったが、1956年、 昭和31年4月19日に落成した大田市役所が移転したのを皮切りに駅の南側に相次いで移転して行政の中心地で亡くなった。2009年朝日自動車大田営業所前身は東武バス大田出張所跡地に北口ロータリーが移転した。当駅の南側は水田地帯であったが旧号地区と地区画整理事業。 として整備が進められ、1966年、昭和41年12月に南口を開設した。1956年、昭和31年4月19日に落成した大田市役所が移転したのを皮切りに、行政機関が相次いで移転してきた。店舗の廃業などの影響もあり、1991年、平成3年から南口の利用者も減少に転じた。 乗り場番号は設定されていない。北口ロータリーの駅出口から見て左側、西側より発車。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。